馬娘の格闘技を妄想するトレーナーたちの反応集。馬娘格闘技なんてあるのか。故障率やばそう。そりゃ人間と同じ土俵で流行れないだろうからな。まああるやろ、実際プロレス好きおるし。エルコンドルパサーが調子に乗って参加した挙句泣かされそう。キサラならそこそこ頑丈やろ、適当。防御力は人並みっぽいし危険そう。馬娘が暴走したら誰が止めるんや。別の馬娘でしょ。余裕。バンバ娘とかいうヒシアケボノよりでかい奴ら。ヒシアケボノより大きいと2メートルくらいあるのか、バンバ娘。ボーノの倍近いから3メートルくらいあるで。バン馬の馬娘おったら格闘技無双してそう。バンエイ馬娘。すごいな。格闘技の別階級の選手のような重厚感がある。乗馬の世界は奥が深いですね。そういえば格闘技やってる馬娘もいるみたいな話があった気がするけど、あの筋力でやり合ったら死ぬと思うんだよな。それとも空手インハンスメント理論的な部分があるんだろうか。鍛えられた馬娘の本気の蹴り、死ぬ。トレーナーは死ななかったぞ。トレーナーは馬娘の蹴りくらい余裕を持って耐えれるから。トレーナーってもしかして人外なのでは。注意、特殊な訓練を受けています。トレーナー用は大変そうやな。馬娘界は人間も耐久力高いから平気平気。あの世界だと馬娘の遺伝子が長い歴史の中で人にも入っているだろうから、こちらの世界の人間よりも頑丈なのだろう。蹴られて痛いで済むわで、馬娘側も連投して肌荒れで済むし、鼻血でしても笑い事レベルだわで、この世界おかしい今さら。筋肉質な女子が殴り合うのはとても良いと思うんですよ。レスリング系はバンバ娘やろ。でかいしパワフルだし頑丈だし、リングでやり合ったら見応えあるやろな。普通なら首飛びそうだよね。タイトレーナーへのプロレス技マックイーンが一番ノリノリなのほんま草。こうしちゃ、イギリスという連想からなのか、イメン優先で選んだ結果偶然そうなったのか。マックイーンはロビンマスクと縁が深い技をよく使うな。バスター使う、行くのは王道を行く主人公派。あいつら絶対部屋で二人で筋肉マン呼んでるやろ。そういえばこの二人はルームメイトだった。ということはつまり、普段は行くのとマックで技の練習を。馬ちょいはプロレスの隠語だった。混ざらなくていいからずっと監視したい。今夜も行くのとプロレスごっこですわ。負けませんよ。とか本当のこと言ってあらぬ誤解を受けそう。エルちゃんと寝技やりてえから。本気のエルがびくともしないレベルの寝技かけられるトレーナーやばくない。トレーナーたるもの、馬娘のトレーニングに活かせるように万事に通じていないといけないからな。中央に所属するトレーナーの8割は光の戦士や宇宙蛮族や提督、指揮官などの命のやり取りが日常茶飯事な職場から転職してきた者たちだという噂が。空中戦に部がある提督なら戦いを挑めそうだ。でも元ドクターは手も足も出なさそう。全体で見るとキサラ系でトレ戦行かないこの方が多いんやろな。あと、アメリカンフットボール馬娘リーグとかあるなら見てみたい。グラに向いていそうです。エル狂気使うヒール役やろうな。あんな可愛いのに興奮するわ。それよりグラスには1対1でしっぽりと締め技かけてほしいわ。いいな、エル。格闘技中に領域突入したらどうなんの。トラックを素手で止められる奴らのクロスボンバーを生身の首で受けるなぜもげない。リアルプロレスではクロスボンバーは反則技である当たり前。スペちゃんの顔面キックで数メートル吹っ飛んでも平気な男だからな。馬娘母から人息子は生まれるらしいけど、この人息子むっちゃ大丈夫そう。よく考えれば馬娘の世界では馬娘を走りに特化させた競技がメインなんだろ。全体のステータスは馬娘は超人以上に卓越度から、普通は格闘技の方が競技人口多かったりしそうだよね。やっぱり走りたくなる本能が強いからなのかな。元ネタが競馬だからかレースが競技人口的には多いけど、他のスポーツも結構いるだろうね。馬娘野球みたいな道具を使うスポーツだと、道具の耐久力に限界があるから馬娘の力をフルに発揮できないし、馬娘も別に防御力が高いわけじゃないから、格闘技やサッカーみたいな接触があるスポーツも危険。ということで一番安全そうなレースが人気になったのかもしれない。馬娘がやってそうなスポーツポロかな。馬娘の筋力やばいから野球とかでも普通に球速で200キロとか出そう。野球といえば、何かゴルシって緑山高校の二階堂みたいだよ。プロ野球に助っ人馬娘枠を。なあ馬娘で野球やったら面白そうじゃね。丸おばとかピッチャー得意そう。ホームランとゴロ以外全部アウト取られそう。内野安打はアウト扱いになりそう。丸尾根トルネード投法やってきそう。審判はマックイーンな。一心の目白マックイーンですわ、半切れ。そういやマックイーンって人息子の野球とか見て本当に面白いんかな。馬娘の運動能力なら軽々ホームラン打てそうだし、人間の二塁打が走力の違いで三塁打になるやろ。多分先祖に馬娘がいるトレーナーは丈夫だから気象難ばっかり回されるんやろな。そんなモルトレーナーくんのためにいい薬があるんだよ。
それ超人兵士計画の結成だったりしない？馬娘格闘技イベント、妙にバタ臭いですね。北米版の香りがする。オーナーは車ごと爆破される。オキノティが普段舐めているアメが一種の肉体強化薬と見た。あれのおかげで馬娘キックにもクロスボンバーにも耐えられるし、アメの効果が切れている時に蹴られたら多分普通に死ぬ。他のトレーナーも好みや体質に合わせた薬が処方されているに違いない。アメで残機を補充してる説。暴れ馬娘に対処するための、馬娘で構成された警察の特殊部署とかありそうだし、と警官だけだと武器使用が容易に認められない限り抑えられそうにないからな。ルドルフの言う馬娘の差別的な扱いがそこにあるのかもしれない。挙動不審な馬娘に対しては即座に発砲可能みたいなのが。さすがにそこまではないだろうが食用差別的なのはありそうだよね。致し方なしな食用もありそうだけど、仮に目指して馬娘だからダメですは残酷だ。全身ムキムキキャラが黒のタンクトップに黒手袋つけて、格闘技っぽい構えしてるのが大好きだから万栄馬娘みんな書いて。ターボ師匠が行くのに筋肉バスターされたしな、馬娘プリティレスリングはあるだろう。マックイーンもプロレス技使うし、あの世界ではプロレスもかなりメジャーなのかもしれん。パワーは成人男性の数倍、耐久は人並み、容姿端麗が特徴みたいだし、選手全員が美人で VKO 連発のすごい光量になりそう。馬娘に身体能力をトラック競技だけで消費するのはもったいないよね。現実だったら球技と格闘技に人気集まってレースは廃れるんだろうけど。大野がレースやらなかったら各界目指してたとか言ってたから、馬娘の女子相撲もあるってことだよな。相撲というか SUMOU になりそうだけど。寝技は腹筋とか首の筋肉だけで吹き飛ばして解除されそう。馬娘で一番格闘技強いの誰だろ。石焼けぼの、大輝、小栗、ルドルフ、ライアン、ゴルシ、ここら辺かな。大野は総合格闘技で負け取ったやん。グラスを怒らせちゃいけないらしい。エルとグラスは？L みたいなプロレスかぶれは総じて大したことない。強い順はわからんけど俺くんが小栗の次に強いのは確定してる。ナリブも強そうだけどな、地面割ってたし。それ言うなら岸山さんも。こいつらのワンツーはやばい。大野かか若見だろうな。大野は強いけど性格的には案外弱そう。人殴って喜ぶタイプじゃないし。そういう意味だとか若見のが強そう。マヤのトップガン、直感で弱点とか重心わかりそうだから格闘技始めたらバケモンみたいな強さになると思う。名称怒涛ではないかな。本人は戦うつもりはなくてもアクシデントで相手をノックアウトさせそうな気がする。川上はキングのためなら会長だって殴るよ。川上は躊躇なく相手を殴れそうな精神面が強いと思う。馬娘、肉体のスペックが異常でも、言うて本格的に格闘技の経験があるのは、LL ぐらいとか思ってたら、生徒会メンバーとかは武道もたしなんでてしかも腕も立つのが判明し、なんやねんこいつらになってる。馬娘が格闘技やってる描写もあったけど馬娘プロレスとかすごそう。馬娘が格闘技やっても攻撃力と耐久力のバランスがひどすぎて怪我だらけの引退だらけになりそう。馬娘の世界には馬娘の格闘技団体もあるらしいけど、怪我による入れ替わりすげー激しそうだよな。自分自身の出力に身体の強度が追いつかない率で言ったら、馬娘人間くらいだろ多分。アホみたいな速度でカポエイラかましてたりしてほしいんだよな。でも足は強すぎて馬同士でも殺しかねないので禁止技だったりするかな。馬娘の蹴りは即死球やから禁止。グミ技や腕を使った打撃技を主体とした競技が行われる。グミ技にしても20メートルの高さまで飛ばせるんやで。馬娘に蹴られてもトレーナーは平気そうやが。ゴルシにドロップキック食らって多分吹っ飛ぶわけでなくその場で倒れるだけだもんな。その場で倒れる方が衝撃分散してなくて危険なのでは。馬娘の格闘技はガチムチパンツレスリングしか存在しないぞ。救いはないのですか。崩れ落ちて二度と立ち上がらないトレーナーかわいそう。沖のティーも顔面に後ろ蹴りでも鼻血くらいやしな。結論としては謎のマスクと馬娘に20メートル投げ飛ばされれば満足ということでいいんか。馬娘じゃなくても痛そう。馬娘でゴルシに蹴られまくって疑問が湧いた。馬娘のキックってとんでもない威力なのでは？と、普通の格闘技でも死人が出てるのに明らかに人間を超えた力を持つ馬娘に蹴られたら加減されても死ぬのでは。あの世界には馬娘による格闘技もあるそうだし、秘めたるものレースから退いた後は拳の道に進んでそう。クッパの横強並みに吹っ飛ばないとおかしい。ぶっ飛んだ方が威力逃げるってスパロボエのアクセルルートで見た。でも実際ゴルシに蹴られたら普通の人間ならまず予後不良やろ。馬娘のパワーはストーリーによって可変式なんや。走る速度を基準にすると馬よりは弱い。馬娘が柔道やったらすごい豪快な試合が見られるんだろうな。びっくり熱血新記録。
のわちゃめちゃ柔道みたいなことになりそう。対象年齢30歳以上のネタだな。巴投げで10メートルぐらい飛びそう。空中で体勢立て直して綺麗な着地しそう。タイガーマスクブスダイナマイトキッドとかイブシブスオスプレイみたいになりそう。馬娘と柔道の試合してみたい。1分持つか怪しいけど、無意識に極端な防御姿勢に何度もなって反則負けになりそう。馬娘で柔道の大会をやったらエルちゃんが優勝しそう。小技苦手そうだけど力ずくで倒しそう。プロレスならエルの他にゴルマクのタップは強いだろうね。ほとんど筋肉マンの試合とかすだろうが、イクノさんもお忘れなく。確かにかけてもらいたい柔道技。本命腕ひしぎ十字固め、太鼓上四方固め、大穴地獄者。三角締めはどないや。普通に袈裟固めでもお願いしたい。見事な空気投げを披露するグラスちゃん。馬娘が柔道やったらどうなるんだ。大外とかガチ禁止技レベルだろ。そうか、馬娘はフィジカル強すぎて弓道以外の武道が平等と言えないのかもしれんな。それに加えて伝統がやぶさめか、この世界の空手、柔道、剣道を一手に担っていてもおかしくなさそうだ。一番人気のスポーツは野球ですわ。ビクトリーズですわ。馬娘同士で打撃格闘技やるのはあまりにも危険すぎるから流行りはしないだろうな。代わりに柔道とかグラップリング、レスリングあたりは可能性としてありそう。早日では徐々に何人か出たの髪の毛遣いみたいな戦い方しそう。もはや格闘技じゃない気がするが。ロブロイあたりが一番強そう。全身鎧の格闘戦なんかも馬娘パワーなら可能だろうね。体重に対して明らかに投げる筋力がでかいから人類とはまた別種のテクニックがいりそうだな。前空術のない頃の天下一武道会みたいなことになるんじゃないか。いや、身分抜きにしても馬娘と柔道やんのはトレーナーが死んじゃう。